東京都立大学吹奏楽団第26回定期演奏会を開演いたします。演奏に先立ちまして定期演奏会実行委員長よりご挨拶申し上げます。本日はお忙しいところ、東京都立大学吹奏楽団第26回定期演奏会にお越しいただき、誠にありがとうございます。本演奏会で実行委員長を務めております、パーカッションパート3年、竹本菜々香と申します。今回の演奏会は、待ち望んだ2年ぶりの有観客開催となります。かなり遠方のホールでの開催となり、皆様にはご足労をおかけいたしました。予想を上回る多くのお客様にご来場いただき、大変嬉しく思っております。やむを得ず開催を断念した昨年のサマーコンサート以降、本当にたくさんの様々な制約がありました。しかし、その度に話し合い、その時できる精一杯を考え、活動してくることができたと思っております。演奏会の動画配信など、振り返ると新しいことだらけだったと感じます。また、そうした例年通りの活動がなかなか行えない中でしたが、今年も多くの1年生が入団をしてくれました。本日は団員総勢74名、皆様の前に立てるこの貴重な機会に感謝し、楽しんで演奏いたします。本日は一部二部ともにおなじみの曲が多いかと思います。ぜひ一緒に楽しんでいただけたら幸いです。最後になりましたが、演奏会開催にあたりご支援ご協力いただいた関係者の皆様、並びに本日お越しいただいた皆様に心より感謝申し上げます。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
本日は東京都立大学吹奏楽団第26回定期演奏会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます、当団 OP4 年の新井愛菜と申します。どうぞよろしくお願いいたします。定期演奏会のオープニングを飾りました曲はジェームズ・バーンズ作曲アルバマージョ曲でした。吹奏楽の超定番曲、誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。式は2年横浜夢野でお送りいたしました。続いて演奏いたします曲は福田陽介作曲桜の歌です。この曲は第60回全日本吹奏楽コンクールの課題曲であり、柔らかく親しみ深いフレーズや色彩豊かな響きは移ろう桜を想起させます。ドラマチックに咲き乱れ舞い散る桜に思いを馳せながら、私たちらしい桜の歌をお楽しみいただければ幸いです。式は3年島田桃花でお送りいたします。
奏いたします曲は、樽谷正則作曲、マゼランの未知なる大陸への挑戦です。舞台は大航海時代、艦隊を率いて人類初の世界就航を試みたフェルディナンド・マゼランという人物がいました。マゼランの一行は最終的にその偉業を成し遂げますが、マゼラン本人は航海中の戦いで命を落としてしまいます。この曲はもしそんなマゼランの魂が現世に残り世界就航を続けたならと、未知なるマゼランの航海をイメージして作られた曲です。地球一周航海途中、死を迎えたマゼランの魂は世界就航を成し遂げることを目指して世界中を駆け巡ります。そこには今までに見たことのない世界が彼を待ち受けます。幾多の未知なる大地、未知なる海、それらの世界に触れ続けたマゼランの魂はやがて地球すべてを制覇するのです。この曲にはそんなマゼランの自己の信念に基づき真実を追い求める姿が表現されています。それぞれの場面で彼はどのような旅をしたのか、ぜひ未知なるマゼランの航海をイメージしながらお聴きください。指揮は2年、野本浩太でお送りいたします。
ここで少々お時間をいただき、祝電の披露をさせていただきます。この度は第26回定期演奏会のご開催、誠におめでとうございます。皆様の今後ますますのご活躍と、さらなるご発展を祈念いたします。横浜国立大学吹奏楽団学院一同、他にも電報をいただいておりますが、恐縮ながらお名前のみの紹介とさせていただきます。脇水千佳様、祝電お祝いをいただきありがとうございました。
トロンボンパート1年、笠松です。よろしくお願いします。最初にお送りした曲はマイケル・ブラウン編曲ディズニーランド・セレブレーションでした。聞きなじみのある曲も多かったのではないでしょうか。この曲はカリフォルニアにあるディズニーランドが2005年に開園50周年を迎えたことを記念して作曲されました。ディズニーランドの風景や映画のワンシーンを思い浮かべながらお楽しみいただけたでしょうか。式は当団1年関谷祐希でお送りしました。団員はそれぞれディズニーの可愛らしいカチューシャをつけて演奏しました。皆さんもディズニーに行きたくなったのではないでしょうか。そういえば最近ディズニーに美女と野獣エリアができましたよね。皆さん行きましたか？はい、私行きました。アトラクションすっごい感動しました。そうなんですか。いいな。私も今度行く予定なので乗りたいです。ぜひ楽しんできてください。続いてお送りします曲は星出隆編曲ジャパニーズグラフィティ15アニメヒロインメドレーです。魔法使いサリー、秘密のアッコちゃん、美少女戦士セーラームーン、二人やプリキュアといった1960年代から現在までの人気アニメヒロインが登場します。聞きなじみのある方も多いのではないでしょうか。私たちよくカラオケ行くんですが、どの曲もすごく盛り上がりますよね。特に二人やプリキュアなんて本当に楽しいです。伸びやかなワルツから始まり、魔法使いサリーが軽快に続きます。秘密のアッコちゃんのワルツからビートが変わってムーンライト伝説に突入します。勢いのある曲調で断然二人はプリキュアに入り、多くの人の聞き覚えのあるあのフレーズでメドレーを締めくくります。心躍るようなアニメの曲と演奏をお楽しみください。ところでセーラームーンといえばセーラー服ですけど、私も中学生の時はセーラー服を着て学校に通っていたんですよ。いいな。私もセーラー服着てみたかったんです。そういえばうちの楽団にもセーラー戦士がいるみたいですよ。今日見れるかもしれませんね。ぜひお楽しみに。式は当団3年橋本真由でお送りします。それではどうぞ。
セーラー戦士、可愛かったですね。もうクリスマスということで、私たちもサンタとトナカイの衣装で気合を入れてみました。どうですか？さて、続いてお送りする曲が第2部最後の曲となります。曲は久石譲作曲、杉本浩一編曲、交響組曲、シネマトリロジー、スタジオジブリコレクション、第1楽章、スカイフライトです。子供から大人まで、幅広い世代から愛され続けるスタジオジブリの名作アニメーション、それらの作品を彩る音楽もまた、長きにわたって多くの人の心をつかんでいます。この組曲では、そんなスタジオジブリの名曲の数々が、3楽章のテーマ別メドレーになっています。今回演奏する第一楽章スカイフライトのテーマは空。鳩と少年のトランペットで爽やかに幕が開けます。その後鳥の人で大空に飛び込んだかのように一気に壮大な雰囲気に、そして空が表情を変えるがごとくコロコロと曲が変化していきます。時代の風、人が人でいられた時では軽快なテンポでまるで空の上で風を切りながら進んでいくように曲が進んでいきます。続いて空中散歩では鍵盤打楽器のアンサンブルやフルートとベークラリネットのソロがあり、聴かせどころもたくさん詰まっています。華麗なワルツを経て再びが穏やかな曲調で始まります。フルートソロ、ピアノソロと順にメロディーを受け継いでいき、迎えるグランディオーソで盛り上がりは最高潮に達します。それぞれの曲が使用されているアニメーションの情景を思い浮かべながら、どこか懐かしいジブリの世界観と壮大な空を想像しながらお聴きください。指揮は東壇3年郷原桃香でお送りします。指揮者の衣装にも注目してみてくださいね。それではラスト1曲どうぞ。
は寒い中、東京都立大学吹奏楽団第26回定期演奏会にお越しくださり誠にありがとうございます。私は今年度団長を務めさせていただきましたバスクラリネット3年井村美優と申します。はじめに演奏会の開催にあたりご支援を賜りました当団顧問の堀田先生、 OP の皆様、本学学生の皆様、学生課の皆様、並びに地域の皆様に厚く御礼申し上げます。そして本日ご来場の皆様と後日この演奏会を配信でご覧の皆様に心から感謝申し上げます。昨年度から当団も新型コロナウイルスの影響を受け活動にさまざまな制限がかかりました。特に今年度は感染状況と照らし合わせながら活動内容を自分たちで考え判断する場面が多かったように思います。団員それぞれが思い描いた大学生活とはかけ離れていたかもしれません。しかし7月には配信によるサマーコンサート、11月には大学祭での演奏、そして本日の定期演奏会と大人数での演奏の機会に恵まれ吹奏楽の楽しさを改めて感じられた1年間でした。3年生はこの演奏会をもって卒団いたしますが、これからも東京都立大学吹奏楽団の応援をどうぞよろしくお願いいたします。以上をもって私の挨拶とさせていただきます。さて演奏会最後にお送りいたします曲はソリスベリです。クリスマスにぴったりの一曲、どうぞ最後までお楽しみください。